とある窓があります。あなたにとって大事な窓、外を見るための窓ではなく、これは子どもの心を開く窓です。時間のことです。イエス様を信じる人の約7割がこの時期にイエス様を信じるからです。それは4歳から14歳です。そしてこの時にイエス様を信じる人は信仰が継続する可能性が高いのです。驚くことではありません。イエス様は言いました。あなた方が子供のように天の御国を受け入れなければ決してそこに入ることはできません。大きな疑問があります。7割の信仰決心が4から14歳の間でされるのに、なぜ教会は予算の 3% しか彼らに投じないのですか？子供たちがイエス様のところに行った時、弟子たちは言いました。先生の邪魔をするな。弟子は子供を見下ろしていましたが、イエス様はひざまずきました。彼は開いた窓を見つけました。開いた心、開いた考え、イエス様の愛に飢えている。イエス様は言いました。子供たちを私のところに来させなさい。天の御国は彼らのものです。神様は子供たちのポテンシャルをよくご存知だったと聖書にあります。ダビデは羊の世話をしていた男の子ですが、神様から選ばれ巨人を倒しました。少年サムエルは夜中に神様から召されました。ミリアムは弟のモーセが神の民を救えるように助けました。イエス様も12歳で素晴らしい知恵を語り、大人を驚かしました。世の中は彼らを未熟とか無知とか言うかもしれませんが、神様には開いた窓が見えます。導きに応える、柔らかくて信じる心を持っています。しかし子供たちにはあなたの助けが必要です。世界の半分の子供、約10億人が貧困の中にいます。また経済的に豊かな国は霊的に貧しいのです。たったの 3% しか世界的世界観を持っていません。しかし私たちは希望が持てます。8割の子供が神様に飢え乾いています。彼らを助けることができます。心の中の信仰を目覚めさせるために今素晴らしい機会があります。神様の愛を何万もの窓に吹き込み、世界中の子供が真実に応答します。全力で進みましょう。大事なものに目を留めましょう。神様が子供を見るように、私たちも子供を見ましょう。暗いところに光を届けるためには開いた窓が必要だからです。 4214window.jp を見てください。世界中の子供の心を勝ち取るために、窓が開いているうちに、開いた窓のために